はい、どうもこんにちは。本日はですね、視聴者の皆さんにお詫びとね、残念なお知らせをしたいと思います。何かというと、ほら、この動画でね、散々言ってたアルトラパン SS の HE2KS プロラパンなんですけども、こちらね、残念ながらですね、頑張ってほら、しもちゃんと一緒にベストはしてたんですけど、ベストは残念になります。なんでかっていうと、正直、これ当て着とかわかる？もうなんかね、これすごいでしょ。普通じゃないよ。これね、まあ反対見てもらえばわかると思うんだけど、フェンダーを FRP で成形して、うん、作り直したんですよ。このアーチなんかも、うん、しもちゃんが一生懸命作ってくれて、この裏側の全部作り直すんで、フェンダーできたんです。はい、でベタって貼ったりとかしたんだけど、それでフェンダー復活したんです。復活したんだけど、問題はですね、ここのサイドシルって言って、ここの部分、この中が、うん、あまりにも錆がひどすぎる。あ、水が流れてたもん。そう、ここが要は穴だらけだったから、こっから下だって水が中に入っちゃってたんです。うん、それで復元無理だろうと。むしろよくこんなんで走ってたなと。水はけがいい車だったでしょ。違う、単純に穴開いてただけ。いや、笑えない話ね。全然笑えない。真面目な顔で言って。真面目な顔で言ってるよ。見てないでしょ、私の顔。ふざけた顔しながら。お前だよ。あ、今、バットがついたから。バット。そしてですね、まあ、そんなサイドシルがもう想像以上にボディがダメなんで、もう復活はできないのということです。ただアームラ相当やったんですよ、しもちゃんと一緒に。フロント見てですね、部品交換すればいいとかじゃないんだもん。部品交換とかもそういうレベルじゃないんだ。部品交換ならもうフレームが腐りきっちゃってる。ボディ自体の下地がもう、だからボディを変えなきゃダメって話。ポコポコなの？もうボロボロ。ポコポコどころじゃない。もうね、H 断面であったとしたら、もう H がもうボロボロで、H だかわかんないぐらいの。うん、H のつなぎ目が、もう崩れ落ちちゃってるんで。すごい軽量化じゃん。うん、強度がなくなっちゃってる。そっか。そう、だから、これ、しもちゃんに、やばいよって言われて、これ、逆にむしろ乗っちゃったらいかんよ。ぺしゃんこになっちゃう。うん、万が一の。本当にタイヤもいろんなものが取れちゃうやつ、うん、だって一番の強度が大事なところだ、このサイドシェル。うん、そこが腐り落ちちゃってる。うん、だからいくら街乗りだったといえども、これいざという時になっちゃったら危ないからやめとけって言われたんです。うん、でまあ確かにそうだなって。で、マーブラスポーツ走行もしたいし、ゆくゆくほら、わらしべなんかの車両にもしたいなと思ってたんですよ。だけど、そんな危険な車を視聴者さんに買ってもらうっていうのは、ちょっとマーブラン心境的にはちょっと穏やかじゃないと思ったんで、じゃあどうするべって考えた時に、やっぱり自分自身の事故なんかも、もしかしたらあるかもしれないから危ないっていうのと、あとはゆくゆく、そうやって誰かが購入してくれた第二の視聴者さんに手当たった時に、そんな不安な車を果たして販売しちゃっていいのかどうかっていうのを考えた時に、廃車を決意しました。正直これ何十万で買った車なんだけど、ものすごい痛手なんですよ。だけども、まあ売り主どうのっていうよりも、まあ油が見る目がなかったって言えば、まあそれまでなんで、そういう風な方向性で、まあ勉強代としてね、買い前はたいて学習したということで諦めました。廃車にしました。はい、
で、これタイヤハウスなんかもライブ配信なんかではちょこちょこお話ししたんだけど、こんな感じで、ここなんかもすごくサビサビだったんだけど、全部サビ落として溶接でくっつけて、でコーキングとかも全部したんですよ。でタイヤハウスもこうやって綺麗に黒くね塗装し直してリペアしたんですけど、残念ながらこれはカンとフロント周りの防水はかなり増したんだけど、やっぱりサイドシルがねダメだということで諦めました、はい、そしてじゃあこれそのまま手放すっていうのももったいないんで、少しでもその買い取ったら損失出しちゃった金額補えるためにっていうので部品取りに今変更してる最中です。でタービン外したりとか触媒外したりとか、ね、コンピューター外したりとかそういうのをやったりして、今なんとか少なからず金額っていうのを確保できないかなと思って今部品外してる最中。正直マーブラ的には結構思い出あったんですよ。プロがあったから、プロがあったんだけど、やっぱね残念ながらちょっと乗れないっていうのを考えて、結局買った時からもすでにプロペラシャフトがついてないから 4WD になってなくて車検に通せないとか、車検に通るって言われてたのに車検に通らないとか、いろんなところがすごいあったんだけども、ものすごい不満もタラタラであるんだけども、それをグズグズ言ったところでどうしようもないんで、だからもうね自分が飲むしかないっていう感じなんだけども、正直ね乗りたかったんですよ。もう一回は乗ったっけ市場でね、うん、でも乗れたっていう乗れたじゃない、うんうん、それだから結局乗れずじまいで、乗れずじまいでタイマイハタイプ買ったラパンなんですけども、ゴミとなっちゃった、はい、まあ気分がね、もう気持ちが高ぶってたからね。そうそうそう、うん、あれは危険だね、高ぶってる時。なんとか直せるって思ってたんですけど想定以上のひどいありさまだったんで、だからもうどうにもならない、だからまあこればっかりは勉強代だなということで、まあアルトラパンユーザーさんからしてみたら1台アルトラパンがね消え失せちゃうわけだから心苦しいかなと思うんですけど、正直これはマーブラも同じです。マーブラも1台いらねえやで安易に捨てるわけじゃなくて、金銭的ダメージを負ったからではなくて、1台世の中から名車であるアルトラパン SS、 しかも 4WD がなくなっちゃうわけだから、正直マーブラもショックがでかいです。ただやっぱり安全面とかそこら辺考えると、正直現物見ると乗れたもんじゃないぐらいひどい車両なんで、だけどまあなんとか頑張って直すって言ってたんだけど、ちょっと残念ながら私のね力量不足で直しきれないということに至ってしまったので、まあマーブラも反省するところがあるかなとは思うんですけども、力及ばずでございました、申し訳ございません。復活を楽しみにね来ていただいてる視聴者さんなんかもいてくれたんですけど、残念ながら戻しきれません、すいません、マーブラには素人なんでちょっと戻しきれないことも多々あったということで、残念ながらこれは廃車となります。はい、この後どうすんの？これを手放した後、うん、これを手放した後はとりあえず今在庫車が2台あるんですよ。はい、在庫車が2台あるんで、それがどうなるかによってですね、正直またアルトラパン SS は欲しいなって思ってて、これミッションとか外せないの？ミッションとか外そうと思えば外せない。ねえ、ミッションだったらでも駆動させるために足回りも組み直さなきゃいけないでしょ。足回りもまあ全部そうだし、その仕様にしなきゃいけないってことだもんね。公認も取らなきゃいけないからね、大人からマニュアル。え、そうなの？うん、公認が必要です。構造変更が必要になっちゃう。こっそりしちゃダメなんだ。ダメダメ、違法になっちゃう。へえ。そう、それなんで、まあ、大変な作業にはなってしまう。ちっちゃいマリオカート作ったら？ということで、まあそのこれからねちょっと
レアなワゴン R が入ってくるっていうのがありますので、それ次第ではまたアルトラパン SS は欲しいなと思います。今度は FF が欲しい。見つかるといいね。そうだね。だからまあ残念ながらこちらは手放すような形にはなっちゃうんだけども、いつかね必ずスポーティーな車を買うと思いますので、ぜひこれまでご期待いただければと思います。そこにソファーのおかけの主婦の方が助手席にね乗ってくれちゃってるってか嫌だよ。ちょっと触んないでくれる。あなた触ってます。ということで、まあ残念ながらこのアルトラパンは手放します。そして今結構いろんな部品はついてるので、いろんな部品を取っ払って、それをねまあ販売なりして、少なからずこの損失の出たアルトラパンの購入額っていうのを戻せればいいかなと思いますので、それでまた次のねステップに。したいと思います。ぜひとも今後もアルトラパンユーザーの方、またそれ以外の方も楽しみにね待っていただければと思います。ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、共有なんかもしていただければ嬉しいなと思います。またですね、他の動画が気になる方はですね、チャンネル登録なんかしていただいて、今後のマーブラックの不定期な動画を配信を知るためにベル通知をオンにしといていただきますと、不定期な動画がね通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知もオンにしていただければと思います。寒いね。そうだね、はい、ということで最後マーブラジャンケンをしたいと思います。それでは参りましょう。マーブラジャンケンジャンケンポイということで、マーブラはパーでございます。マーブラに勝った方は今日一日いいことがあります。マーブラに残念ながら負けてしまった方は今日は一日一歩も外に出てはいけませんので引きこもりましょう。ということでまたお会いしましょう。マーブラはこれからミーティングです。さよなら。